インドラによって石化されたビシュヌを一刻も早く救出すべく、シュラトたちは天空殿へ向かっていた。天空樹への最後の関門、平成門を通るためには4つの神殿に聖なる光を灯さなければならない。だが青龍殿に向かった龍馬はガイの圧倒的パワーの前に敗れ去った。一方白虎殿に向かったヒューガは聖なる光を灯しかけるが、途中で蓮華に妨害されてしまう。その時突然二人の前にビシュヌを石化するインドラの姿が映し出された。悲劇の愛戦士蓮華。なんだ今のは、何が起こったんだ。石におなりなさい、ビシヌ様。そんなでは汽車ポザル、アンダラウンハッター。これは、俺が天空殿で見た光景。インドラ様がビシュヌ様を石化した。そんなバカな。ヒューガ、貴様何をした？何を企んでいるんだ？俺にもわからん。一体何が起こったのか。そうか、読めたぞ。貴様私の心を乱すために幻術を使ったな。違う、俺じゃない。とぼけるな。嘘800の幻覚を見せてインドラ様に罪を着せ、悪の張本人に仕立て上げる。大方龍馬や蓮華もこの手で洗脳したのだろう。だが私は騙されん。罪を着せられたのは俺たちの方だ。今のが事実なんだ。見え透いた嘘を。違う、俺はこの目で見た。インドラがビシュヌ様を石化するところを俺は見てしまったんだ。言うなヒューガ。かつては友と信じ一緒に修行に励んできた私のためにも、もうこれ以上見苦しい姿は晒すな。蓮華、聖なる光を灯っている。そうか、幻覚の謎が分かったぞ。蓮華、お前も知っているだろう、聖なる光にまつわる伝説を。伝説がどうした。聖なる光は別名真実の光。心に迷いある者に真実を伝えるという。バカな、あれが真実だというのか。俺の中途半端な層までは聖なる光を完全に灯すことはできなかった。だが聖なる光の第二の力は発揮されたのだ。嘘だ。インドラ様があんなことをなさるわけがない。すべてお前の幻術だ。俺が幻術など使えないことはお前もよく知っているはずだ。死ねああ目を覚ませ、蓮華。うるさい。何？やはり聖なる光が真実を。何？いやー、ナイス、グレート、お見事。さすがは修行大好き少年の空也先生、生かすわ。
もうやだわ。私の自慢の美しい菊がこうも簡単に避けられちゃうんじゃ、やることないじゃない。相変わらずですね、レイガ。油断のならない人だ。オタクが相手とは俺も苦渋が悪いってか。互角ですね。私が手を下さずと八部衆は相争いやがて消える。哀れなことよ。お前を石化したのがこのインドラだとも知らず。嘘。嘘だ。嘘だ。嘘だ。擦り傷一つ負わせられないとは。しかもインドラ様は半分もお力を出されていない恐ろしいお方だ。どうした、もう降参か。これでは稽古にならんぞ。くそ、一度くらいインドラ様の度肝を抜かなきゃ八部衆の名が廃るぜ。消えた。早い。ねえ、やはりダメか。ならば、みんな、よくぞここまで成長した。これからも八部衆としての修行に励み、天空界の平和の礎となってほしい。はい。やったやった、とうとうインドラ様からお褒めの言葉をいただいたぞ。6人がかりでやっとでしょうが。それでもやっぱり嬉しいぜ。あら、そう、よかったわね。なぜなんですか、インドラ様はどうしてあんな危険なことをなさったんですか。知っていたのか。はい、お教えください。なぜ蝶を守るために大切なお体を盾になどなさったのか。命とは尊きもの。命。たとえ虫といえども、命の重さは我々と変わりはない。戦いで一つの命も失ってはならないのだ。しかしインドラ様はビシル様と共にこの天空界を治めるお方。もしその身に万が一のことがあったら、
ヒューガ、レンゲ、人称ならば愛する者のために生きろ。愛する者のために。草木や動物、そして人々、私は天空界の全てを愛している。彼らを守るために私の命が散ったとしても本望。でもインドラ様にもしものことがあったら私は。レンゲ、ダンのあの喜びよ、よほど私に一撃を加えたのが嬉しかったと見える。レンゲ、めったに見られぬ笑顔だとは思わないか。インドラ様、どこだ、ここは。俺は何を。そうだ、早く聖なる光を灯さなければ。レンゲ、大丈夫か。レンゲ、寄るな。もう戦いは終わった。聖なる光の力でお前にもインドラの正体が分かっただろう。それはインドラ様には何か深い訳が。まだそんなことを。お前はその目で見たのか、あの邪悪な鬼のようなインドラの顔。鬼。インドラ様は天空界の平和のためなら鬼にもなるお方。そう、鬼にも。迷い水が氾濫した時のことを覚えているだろう。迷い水。そうだ、地下に封じ込められていた迷い水が封印を破って天空界にあふれ出た時、インドラ様は。覚えているさ。確かにあの時インドラは鬼そのものだった。2年前、地上に吹き出た迷い水天空界をいいように荒らしまう。その時インドラはたった一人で迷い水に挑む。強大なソーマ、その進行を食い止めた。水に溺れた我が子を救う父の顔、鬼になる。インドラの形相はまさに手高い鬼だった。そしてあの時私はヴィシュヌ様とは違う愛の形をインドラ様の中に見たのだ。レンゲ、
さすがの私も少しばかり疲れたよ。インドラ様、力で平和を勝ち取ろうとする強い愛を、虫一匹をも自らの手で守ろうとするたくましい愛を、だからビシュヌ様を石化したのも鬼となるようなわけが必ず。そんな。分かってくれたか、やっと。何がインドラに起こったのかは俺にも分からない。だが、あの優しく気高いインドラはもういない。いるのはインドラの皮をかぶった悪魔。レンゲ。レンゲ、まさかお前インドラのことだから、マリーチの愛を受け入れようとしなかったのか。マリーチも言っていた。お前の恋は実らぬ恋だと。でも私はインドラ様のおそばにいられるだけで幸せだった。レンゲ。ヒューガ、最後に一つだけ聞きたい。迷い水に立ち向かわれたインドラ様をどう思った？心から尊敬申し上げた。もう何を言っても無駄か。たとえインドラ様がどう変わられても、私の思いは同じ。インドラ様がなれとおっしゃるのなら、鬼にも悪魔にもなってみせる。勝負だ、ヒューガ！インドラ様、レンゲにお力！さらばだ、レンゲ！天王戦勝決定！チラする者のために生きろだと。インドラ、今の貴様にレンゲの愛を受ける資格はない！聖なる光、あの方角は白虎殿。やったな、ヒューガ。レンゲ。あ、あれは聖なる光。あっちゃ、やばい。おいで。ラクシュン。そっか、ずっと俺のこと看病してくれてたのか。あた、か、
なんだこの炭鉱部。気にしない気にしない。それよりもあれ見て。聖なる光よ。あれが聖なる光。あと3つ、あと3つ聖なる光を灯せば平成門が現れるわ。玄武殿の聖なる光は俺が灯さなきゃ。大丈夫シュラット？ああ、なんとかやれそうだ。戦うのはちょっちきついけどな。それは残念だ。ガイ、ガイじゃないか。ようやくお前に巡り会えたというのに、戦える体でないとは拍子抜けだな。なんだって。シュラト、じっくりいたぶり殺してくれるわ。ガイ。レイガとクイアの戦いはほとんど互角。ちょっとでも隙を見せた方の負けだ。だがレイガはクイアの妹との約束を思い出して、いきなり戦うのをやめてしまった。クイア、レイガの気持ちがわからないのか。レイガの言葉に、真実に耳を傾けてくれ。次回、天空戦記シュラと熱湯涙の中に友を見た。シュラソアか。